さんこんにちは。料理家再現レシピ研究家の稲垣飛鳥です。今日ご紹介する再現レシピはびっくりドンキーのハンバーグー。やっぱりね、私の動画では再現レシピだとお料理系が人気があるみたいで、何がこう家でねできるといいかなと思ってた時に、あ、びっくりドンキーがあったやんと思い出したわけです。びっくりドンキーのハンバーグは以前に再現したことがあって、私の一冊目の料理本でも紹介してるんですけど、もう何年か経ってるんで改めてもう一回びっくりドンキーを食べてみようと思って、この間買ってきて食べたんですよ。そしたらね、びっくりドンキーのハンバーグって甘いんですよ。甘くて、まあ、多分甘みがうまみになるんやと思うんですけど、甘いって感じたのと、しっかりもう何もタレとかつけなくてもそのまんま美味しいっていうのと、あとマーガリンの風味がしたんですよね。で、まあそれを踏まえてすぐ試作にかかりまして、もういろんなパターンでやって、甘くて味もついててとっても美味しいレシピが完成したので、今日はそれをご紹介したいと思います。それでは作っていきましょう。それでは材料の紹介です。合いびき肉 150g、 豚ひき肉 150g、 玉ねぎのみじん切り 100g、 パン粉2/3 カップ、砂糖小さじ1、ヨーグルト大さじ2、マヨネーズ大さじ2、塩小さじ1/2、コンソメ小さじ1、溶かしマーガリン 10g、 卵1個です。それでは作っていきます。もうほんまに全部混ぜていくだけ。玉ねぎは炒めずに生のまま使います。この通り入れてもらえばあの味になります。まあ、ちょっと珍しい材料としてはこのマヨネーズと溶かしマーガリンとコンソメとかも入れないですよね。ただお砂糖。びっくりドンキーのハンバーグね、甘い。これすごい発見だった。じゃあもうほんとね、これを混ぜていくだけなんで混ぜていきます。あとあれやね、合いびき肉にね豚のひき肉混ぜるっていうのもポイントやね。結構ね、ハンバーグがなんか白っぽいんよ。それで豚多めの方がね柔らかくなるよね。というわけで、もうほんともう混ぜるだけ。もうみんなはね、この分量をね守ってくれたらいいだけなんですよ。はい、ハンバーグの種完成しました。はい、じゃあね、出来上がった種をこれちょっと分けたんですけど、びっくりドンキー のレギュラーのハンバーグって 150g なんですよ。まあ本当は全部 150g で4人前できたらよかったんですけど、分かりやすい材料にするとこれだけ1個 90g になるんで、まあ、これちょっとお弁当用みたいな感じになります。じゃあ成形していきます。ちょっとね、手をね水で濡らした方がやりやすいと思うのでちょっと濡らします。生地、これね 150g をちょっとこうボールにするみたいにして、ちょっと軽く空気を抜きます。で、平らにして、これね、まな板の上でやった方がいいと思う。びっくりドンキーのハンバーグってこれ何の形って言うの？アーモンド？アーモンド、ちょっと太り気味のアーモンドみたいな感じ。厚さはこれ1センチぐらいかな。で、ハンバーグといえば真ん中へこませるじゃないですか。あれはなしです。こう指を使ってね、指の腹っていうんですかね、使って、あ、できた。はい、それでは、ハンバーグを焼いていきます。フライパンを温めます。あのね、びっくりドンキーのねハンバーグってね、焼き色があんまりついてないんですよ。結構ハンバーグってね、しっかりこう焼いて表面固めるみたいなイメージじゃないですか。私いつもそうやって作るんですけど、もうね、すっごい焼き色が薄くって、
ちょっとね、普段ね焼いてる焼き方と全然違うんで、とにかく弱火でゆっくりじっくり焼く、ここが本当にポイントです。家の、ね、家庭のガスコンロだともう本当にごくとろ火にしてください。温めた後ね、もうほんととろ火でね。これね、さっき成形したお肉をきれいに入れるためにフライ返しで入れます。とろ火で焼いていきます。それでは少し焼き色がついたのでひっくり返します。でもね、これほんとね結構やわやわやから、あー危ない、ドキドキした。うっ普段はね、あほほんとこのぐらいほとんどついてないでしょ。難しい、ここ皆さんちょっと頑張って。はい、もうね弱火でじっくりと焼いているのでしっかり中まで火が通ってると思います。もうね、後ろもこれぐらいの、まあ、色で、やっぱねお肉が縮んで膨らんでしまうので結構薄めに大きめに成形しておいた方がより本物っぽくなります。というわけで盛り付けてみました。びっくりドンキーの、バーグディッシュの完成です。これね、もうハンバーグ自体にコンソメとかもしっかり味がついてるのでこのままでも全然美味しいんですけど、びっくりドンキーはこの和風ドレッシングみたいなのがついてるんですよね。なのでお醤油ベースの和風ドレッシングを添えるとより再現っぽくなると思います。というわけでびっくりドンキーの、基本のバーグディッシュできました。はい、というわけで今日はびっくりドンキーのハンバーグをご紹介しました。いかがでしたか？あの珍しい材料やとマヨネーズ、ヨーグルト、あとお砂糖、コンソメ、マーガリン、材料結構多いですよね。でもね、これ本当に美味しくって、まあ、私ももう何度か試作して今日の動画に至ってるんですけど、もう子供がもう普段のハンバーグをこれにしてくれっていうぐらいすっごい好評なんです。なので本当にあの材料をこの動画のレシピ通りに作っていただけるとびっくりドンキーの味になるので、ぜひ皆さん作ってみてください。あ、お弁当のおかずにもぴったりです。というわけでこの動画が良かったよっていう方はグッドボタンを、またチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。概要欄の方には皆さんが作ってほしい、再現レシピ、こんなことしてほしいよっていうことがあったらどんどん書き込んでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。